A トーク4、フランクインがお送りするポッドキャスト A トーク4、映画分泌家の児玉瑞希です。クランクイン編集部の阿部です。本番組は映画、ドラマ、小説、漫画などカルチャー全般からライフスタイルまでテーマに合わせたゲストをお呼びし、きっと誰かのためになるトークを展開する番組です。今回は5月17日公開の映画ミッシングと2024年4月期ドラマデッセニー主演の俳優石原さとみさんを特集します。今回はライターの翔さんと西森道夫さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。嬉しい。もうお仕事で超お世話になっている3人が一堂に会する、はい、超楽しい会になりそうな予感がしています。はい、西森さんと翔さんは今日初対面なんですよね。そうですね、あのお名前はカネガネと。私もいやいやいや、ちょっと言わせてしまったみたいな全然本当に、うん、あの西森さんの書かれた記事の話題が出ることも多いですしね。やっぱり、うん、もうね、翔さんと西森さんをネットで見ない日はないっていうくらいご活躍されてますけど、私は翔さんとは実は対面は初めてだと思うんですけど、うん、あ、そうですね、合ってますか？オンラインでは一緒に14歳のしおりというドキュメンタリー映画の時に一緒にトークイベントをご一緒させていただいたというふうに記憶しているんですが、はいはいはい、そうか、そうですね。そうです。その時にTikTok の、うん、しんのすけさんもいらっしゃっていて、すごい。大体私たち3人で、あとはまあ監督とかと一緒にご一緒させていただいたんですけど、ズームで喋るみたいなイベントだったんですか？そうですね、その時はやっぱりまだコロナ禍で、なるほど、はい、リアルのイベントがなかなかできない時だったような気がして、はい、なのでオンラインでやったんですけど、その時にもう翔さんは MC としてすごく回しつつ、うん、自分も映画について深く語りつつで、うん、本当にお世話になりました。いやいや、すみません、全然覚えて、はい、覚えてないですか？そうですね、でも14歳のしおりの作品に関しては素晴らしい作品だし、はい、定期的にね、上映されてるので、うん、覚えてるんですけど、確かにそうでしたね。家でやったりすると忘れますよね。あ、確かに出向かないとなかなか家気づかない。リアルじゃないと、拙い進行でご迷惑をおかけしたと思いますが、いや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 、翔さんだって引っ張りだこじゃないですか。もうお話しされる方も書く方も、うん、本当には、うん、本当にやられてらっしゃって、そうですよね。児玉さんと西森さんは結構一緒に並んでいる絵を見たことがある気がするんですけど、本当ですか？はい、2回ぐらいね。そうですね、うん、なんだっけ、映画祭、カムバック映画祭という映画祭で、そうそうそう、韓国映画について語るってなった時に、うん、どなたがいいか、まあ、先方に聞かれて、うん、まあ、そこはやっぱり西森さんでしょうっていう話になって、私もなんかチャンシルさんですね。チャンシルさんが大好きな映画じゃないですか。そうか、そう、西森さん絶対お好きだと思うので、はい、忘れて語っていた。そう、みんな記憶がね、もうちょっと前なので仕事しすぎですよ。お二人は多分お仕事しすぎで、前の記憶がどんどん思い出は出てくる。で、あともう一つが反恋愛映画論の時の観光記念イベントで西森さんをお呼びしたんですけど、うん、なぜ西森さんをお呼びしたかっていうと、うん、西森さんがね、ハン・トンヒョンさんと一緒に対談の本を出されて、うん、もうその本が大いに参考になったというか、うん、その本があったからこそ私たちの本が生まれたっていうぐらい、うんうんうん、韓国映画の私たちのおしゃべりの記憶っていう、うん、記録っていう本があったので、うん、ぜひというふうにお声掛けして、うん、来ていただきました。なるほど、そんな経緯があって のゲストだったんですね。そうです。で、その時に、まあ、お互いの好きな恋愛映画を、うん、はいはい、選んであげていくみたいな感じで、はい、非常に楽しかった。そうですね、あんまり やらないあれ、なんかね、そういうの言ったことがない話とか結構あったし、はい、あとあそこに今泉さん、今泉力也監督もいらっしゃってました。そう、ってたんで、はい、なんかそれもあってなんかちょっとね、思い出深いというか、そうですね、いいメンツ。そう、しかもドミューンってなんかちょっとスタジオの空気が独特じゃないですか、うん、ライブ感がすごいあるというか、うんうん、めちゃくちゃ光に照らされながらやった記憶があって、うん、はい、お客さんも入ってたんで、その時はもう、うん、はい、すごい楽しい記憶として残ってます、うん、はい、
じゃあそんなお二人にちょっと自己紹介がてらにライター遍歴をお聞きしたくて、まあ、あの今まで私たちのポッドキャストでは監督さんたちになんで監督になったんですかとか、なんで書き手になったんですかっていうのをちょっとあの紐解いている経緯もあるので、ちょっと聞きたいですよね。児玉さんはブログに書かれてたんでしたっけ？私はブログきっかけですけど、まあ、なんであのお聞きしたいかというと、やっぱりあの、まあ、一般的にはその映画ライターってみんなどうやってなるのかわからないじゃないですか。しかも映画ライターっていう職業についてもいまいち不思議という一般的な、ね、感覚があるので、ぜひお二人に皆さんの謎を解ける、はい、遍歴を伺えたらと思います。じゃあまず翔さんからいいですか？そうですね、僕は、でも物を書くのがすごい好きで、映画が好きだったので両方できる仕事ってないかなっていうのを、大学卒業して2年くらいフラフラしたのかな。その時にもともと映画やりたくて上京したんだなっていうことを思って、で編プロを受けたんですよね、もう今はなくなってしまったツタヤのフリーペーパーとかを、あとは映画の雑誌を作ってる編集プロダクションを受けて、で編集者になって、で映画系のメディアっていうのは自分で書くパターンが多い、編集者が自分で書くパターンが多いので、そこで3年ぐらいいろいろやらせてもらって、でその後、ウェブ系の映画メディアに転職して、でそこで4年ぐらいですかね。ほんでまあその中でちょっとこう自分の名前を出して書くっていうことをやったらいいんじゃないみたいなことを言ってくれた人がいて、じゃあまあやろうかってなったんですけど、なかなかやっぱりこの会社にいると利益相反になってしまうので難しくて、で一回、もうちょっと広いアニメとかも扱うメディアに、みんなが使ってるメッセージアプリのメディアに転職しまして、で1年そこで、会社員としての仕事とライターとしての仕事をやって、でコロナ禍の2020年の7月に独立して今に至るって感じですかね。なんでそういう意味ではこう、あの例えば映画ライターになるみたいなところを正直あんまり迷ってないというか、結果的にそういうふうにあの独立はしたんですけど、映画について書くっていうことはずっと10年ぐらい続けてるので、あんまりそこで悩んだことはなかったっすかね。すごい、でもなんかチャンスのつかみ方がうまいくないですか？いやでもね、まあ本当運が良かった。かその編プロも最初一次面接とかは結構ズタボロで、ただなんかたまたま後に上司になる人がなんかあの子もう一回見たいって言ってくれてて、っていう感じなので、自分が何かこうなんていうんですかね、営業すごい上手とかいうことでは全然ないし、ライターになってからもすごいものすごい早い段階で中村智也さんと対談させてもらったりとか、藤井道人監督と仲良くなったりとかっていうのが本当運でしかないので、すごい、それはもうなんか本当に何の参考にもならないあれですけど。ちなみに一番最初にご自身の名前で商業媒体に映画の文章を書いた時の作品とかって覚えてますか？商業媒体ウェブですよね。全然覚えてない。多分どれだろう。いやなんかね、ちょっとの間なんかこの就活系の媒体とか手伝ったりしてたんですよ。でそこでもなんか名前が出たりとかしてて、多分最初に名前出た、いや全然覚えてないな、あのコロナ禍でぐちゃぐちゃになったりしたので、最初に出るはずだったものが後から出たりとか、してたんですけど、インタビューみたいなところで言うと多分内山拓也監督のインタビューが最初だったんじゃないですかね、総演での、とかとか、あと結構早い段階で宮橋浩介について書かせてくれって言って書かせてもらったのは覚えてますけど。それ売り込みでってことですか？なんかその、メッセージアプリの会社にいる時のあれがあのぐちゃぐちゃになってるからあれなんですけど、独立してからってのと、その、
兼業としてやってた時のやつがあれだから全然覚えてない。その最初のターニングポイントが、水曜日が消えたの中村智也さんとの対談っていうのだけは覚えてるんですけど、固定ツイートのやつですね。あ、そう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 、いつまでも消せない。そうだったんですね。そうかね、あんまり記憶が曖昧ではあるけど。で、編プロ入るときに何か、なんだろう、自分の経歴書みたいな感じで何か書いた文章を提出とかしたんですか？もう履歴書だけだったんですか？でも第二新卒で何の実績もない状況ですからね。で、まあ、もしなんかそのこういう業界を目指されてる方に何か参考になることがあるとしたら、あんまり未経験を取ってない会社が多い気がするので、未経験でもいいよって言ってるところにはとりあえず飛び込んでみるのがいいんじゃないかなと思ったりはしますが、僕は本当に運よくそこの辺プロがそのゼロから教えてくれるいろはを文を書くところだったんで、入ってすぐになんかあの DVD をダッと渡されて、はい、とりあえず作品紹介を書きなさい、見て書きなさいっていう、もうあのキラキラ映画から海外のこうインディペンデントの映画から、ゴア映画から何でも見せられて書いたっていうのが結構今生きてるので、まあ、じゃあいろんなジャンルの映画について書かなきゃいけなかったんですね。そうですね、なんか自分苦手意識をなくせっていうのと、自分らしさというか、主観はいらないかなって最初に言われて、主観から書くんじゃなくて作品紹介の中に主観を混ぜるっていうやつを最初の1ヶ月2ヶ月で徹底的に教わったって感じですかね。それは今の生きてるし、ウェブ媒体に入った時もやっぱり基本ニュースを作ったりとか、タイアップページを作ってたので、なんかターゲットに合わせてこういう文を選択するというか、のはずっとやってきたことですかね。なんか今でこそ翔さんってお好きなものにすごい生き生きして書かれてるイメージがあったんで、そこの苦手意識をなくす作業がまさかあるとは思ってなくて。ああ、そうですね。でもなんかあの最初にその自分の個性みたいなものを一回押さえてごらんっていうのがあったから、それで基礎ができた後で、じゃあ好きに書いていいよってなった時に、その配分を自分で調整できるようになったとか、 20% にしよう 30% にしようみたいなことはあるかな。でもそれはもう本当に教えてくださった方々のおかげでしかないので。あとはやっぱ雑誌最初にできたのが大きいですよね。雑誌って文字数制限があるから、ウェブの何倍も文を書く作業としては大変なんですけど、雑誌私経験ないからわかんないんですけど、同じ表現でも3文字と2文字で、3文字でやりたいけど2文字にしないと文字数収まらないからとか、そうなんですね。とにかくこうギュッとして圧縮していかにこう濃縮還元していくかみたいな世界なので、未だに雑誌のインタビューとかやるときはすごい大変なんですけど。あ、そっか、インタビューですらまたあの縮めなきゃいけないってことですよね。そうですね。で、インタビューは雑誌は結構時間をしっかり取ってくれるところが多いので、ウェブの2倍3倍、はい、でそこからじゃあ何を落として何を入れるかとか、どうしたらできるだけ落とさないでいられるかとか、Q&A 形式じゃなくて字の文プラス発言っていう、大体2パターンですけど、字の文プラス発言の場合はいかに字の文で濃い内容にして読んでもらえるか、雑誌は基本販売されるものなので、はい、なんかお客さんが買った時にどっかで話してるのと同じだなと思わないようにしたいなっていうのがあるので、いいな、2倍3倍もらえて、でも乗らない部分もあるんだっていうのもあって、ちょっと羨ましい。あ、まあそうですよね。写真立ててますもんね、大きく。あのこの回にゆっきゅんが来てくれた回の時に、結構、インタビューで記事書くの難しいよねとか、インタビューの記事書くにしても誰も教えてくれないよねみたいな話が出たんですけど、翔さんは最初インタビューも結構その教えられて書き始めたんですか？そうですね、だから編プロ時代はライターさんがいて、ライターさんの後ろに立ってる編集者だったりしたんですけど、予算の都合とかであのこの人はやりなみたいなあるんですよ。わかります。ビジュアルを重視されてるキャストの方とかはやっぱりライターさん立てる場合が多いんですけど、監督さんとかだと
写真とかもあの何カメラマンじゃなくて記者カメでいいよみたいなパターンもあったりするので、うんうんはい、分かります。そういう感じで、そのメディアに入ウェブメディアに入ってからはもう基本ライターは立てずに自分でやるっていう、まあ、それも経費的なところもあるし、うんうん、鍛えるところもあったりするので、うん、なんでそっからはいやでももう特にねあの編集者として後ろに立ってボーってしてるのとやっぱ全然違う多分ウェブメディアに入って最初のインタビューがなぜかケイト・ブランシェットだったんですよ。ねえ、それがキャロルの時ですね。すだったんで、あこれやばいなというか。いきなりめちゃくちゃすごい人。そうそうそう、意外と近くにいるとかも含めて、うんうん、やってたって感じですかね。もう本当にあの突き落とされてやったみたいな感じですよ。いいですね。でも一番最初がケイト・ブランシェット、めっちゃ忘れられないですよ ね。そうね、それは本当に。でもなんか MC とかもね、それこそやったことない中で、うん、いきなりやらなきゃいけない状況だったから、もう本当分かんないまま未だにやってるし、素晴らしい MC を多分期待されてアサインするんだったらそれは岡浜レイラさんに行くから僕に来たってことは緩い感じなんですよねっていうのを確認してからやってます確かに岡浜さんはね、信頼がありますよね。信頼と安心が。岡浜さんが空いてなかったか、岡浜さんのようなかっちりした感じじゃなくてゆるい期待されてるんだそんなことないですよね。え、最近一番最近 MC 何やりました？最近はあれですね、松井大吾監督のオールナイトかな、うんうん、そっかそっか、新作があるから、うん、そうですそうです。いじみやがつあとは 52Hz のクジラたちの対談、うん、成島監督とのとかとかですかね、うんはい、多分これが世に出るタイミングで言うと、バッティモン5の、うんイベントの MC を多分やった後かなと思いますね、うん。3人ともトークショー出られてるじゃないですか、いろいろトークの番組、うんうんうん、それってトークの経験なくていきなりやっぱお声がかかるってことだ。いやもういきなりですよ。もう私本当にでも初めてのトークイベントがあまりにもハードすぎて、はい、もう一回本当にもう打ちのめされちゃって、ハード、あの一番最初からあのメンツが佐々木敦史さん、小所順子さん、町山ひろみさんで、テーマがクリント・イーストウッドを、まあ、女性の視点で批判するっていう、結構重い、そうなんです、テーマもシビア で、ね、第1回目それで打ちのめされてもうちょっとなと思ったんですけど、第2回目がもっとシビアで、うん、あのあれなんですよ、あの一緒お一緒したのが、まあ佐々木敦史さんと深田浩二監督と、荻野陽一さんでテーマがゴダールだったんですよ。でシンポジウムちゃんとしたすごい、すごい、もう、ね、あまりにもその初っ端が重すぎて、はい、私はもうやばいなと思って、でもこなしたってことですよね、それすごい鍛えられましたけどね、やっぱじゃあ初めてを無理やり生かされて鍛えられていくっていうのが映画ライターのセオリーなんですかね。まあでもそのそういう意味で言うと、この僕とか児玉さんの世代の人がやっぱり少ないので、うん、チャンスを上げようっていうのは、うん、多分アサインする側にはすごくあると思うんですよね、はい、だからそういう意味ではなんかこうあの整ったものを求められているってよりも、うんうん、なんかもっとこう映画文化みたいなものを下にっていう意識の方が強い気がするし、その例えば児玉さんだとあのアカデミックな部分とかも含めて、うんうん、こうやって語ってくださる方がやっぱり少ないと思うので、うん、そういう期待もある気はしますけどね。やっぱり今すごい高齢化してるじゃないですか、うん、で翔さんすごいオフィシャルライターもねすごいされてますけど、私オフィシャルライターって結構上の世代の方々がやるイメージがすごくあったので、はい、多分翔さん一番もう最年少ぐらいでバリバリされてるのかなと思うんですけど、うんうん、あそうね、だから多分オフィシャルライターを専任でされてて、そうそうそう、あんまり、他のメディアで書かない方とかは
結構いますよね。そうなんですよ、私もオフィシャルライター問題あると思って、ね、シュールさんされてますよね。私ほとんどして2本ぐらいしかしたことない。あ、だからじゃあ僕がこの前聞いたこれは西森さんに依頼する予定ですっていうとある作品を聞いたのはじゃあすごくレアなやつなんですね。今もされてるやつかな、もうそれまだかな、されてる、されてる、怪しいね、されてると思います。されてたらいいな。確かに今頼まれてるものがあるけど、はい、本当にそれが2本目か3本目ぐらいですね。だからちょっと私オフィシャルライター問題っていうのが全然分かってないので、ぜひお二人にちょっとお伺いしたいです。いや、でもやっぱりなんかその仙人っぽいですよね。なんかそのそうなんだ、開かれてないというか、あんまりそのそうですね。なんでですか。オフィシャルライターって本当にこう作品とか企画によって関わり方の濃度が変わるんですけど、うんうん、例えば洋画とかだともう完成されてパッケージされて、うん、じゃあこの日までに、イントロとストーリーをくださいっていうパターンが、うんうん、一番ミニマムな関わり方がそうなんですけど、うん、作品によっては、だいたい早い段階だと撮影から邦画だと行きますよね、入るパターン、まあ、その分バジェットがでかくなるんですけどね、その僕らの稼働費を払える分っていう、うん、とか、うん、あとはそう、まあ、多分僕は藤井さん、藤井監督のオフィシャルが多いんで、あれはもうかなり特殊というか、もう企画とか脚本段階から一緒にやるっていう、でもそれはあんまり少ない気がするので、最近はそのパンフレットの寄稿者とかも、はい、昔は結構もう決まった人がやってたイメージがあったんですけど、そうなんですか。本当に児玉さんとかがたくさん書き始めたぐらいから、うん、これにはこの人がいいなみたいなのが、そのパンフレット作ってる人とか宣伝の方とかも考えながらやるようになって、うんうんうん、なんかコメントとかも、はい、昔は結構なんか決まった方がやってるイメージがあったんですけど、だんだんこう広がってきて、うん、私も本当に同じぐらい、こう 2,3 年ぐらいです初めてそのコメントとか頼まれるようになったのってすごい最近です。でも最近西森さんビニールハウスのパン書かれてましたもんね、うんうんうん、あ、そうですね。だからそうそう、このね 3,4 年ぐらい、本当に 2,3 年、うん、コロナ禍ぐらいから全然その私が知らないような映画でもテーマで合うんじゃないかと思って言ってくださったりして、ああもうこれ面白いなみたいなのを言ってくださって、初めて見て面白いなと思うみたいなものとかもあってすごいありがたいんですけど、本当昔はやったことなかったです。じゃあベテランの重鎮が席を譲らない状態だったのか、言い方が重だったんです。映画にもよるんですけど、やっぱり文章ってキャリアが長くなればなるほど知識も深まるし、っていうところはあったりはするんですけど、どうしてもこの、テレビでこの人が話せば人が来るっていうような時代でもなくなって、ネットになって費用対効果みたいなことをいろんな編集者さんとか配給さんとかセンプロさんが考えるようになった時に、じゃあこの人この人っていうような感じもあるんじゃないですかね、うん、イベントだったらこの人とかね、うん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 、YouTuber さんとか TikToker さんとかと、まあ、こういう形でコラボした方がいいんじゃないかとかっていうのもあると思いますし、うんうんうん、でもまあ雑誌の高齢化はねやっぱ未だにずっとあると思うので、うんうん、まあ、雑誌とかだと本当に編集者さんもお忙しいので、うんうん、新しい人を入れている余裕がないっていうのと、そうそう、自分も編集やってるから思うんですけど、新しい人を入れた時にクオリティを掲載可能なところまで持ってく作業で3本ぐらいかけちゃうんですよ。なのでそういう意味でも、じゃあそこで将来性にベットするってなった時にこっちが全部止まってしまうっていうぐらいの余裕がないので、なんていうんですかね、未来よりも今をっていう。で当然ながらベテランの方々は文章は、まあ、締め切りは分かんないですけど文章はやっぱり素晴らしいので思い当たっちゃった、ちょっとだけ締め切りとね、請求書問題はちょっと、ね、ありがとうございます。っていう感じですかね、うん、あとは、まあ、読む側が高齢化してるのかとかも含めて、どうしてもその日本の人口の、コアになる方々、ボリュームゾーンの方々と、人気のずっとやってらっしゃるライターさんとか、うん、評論家さんの年齢層と一致するんですよね。なのでそういう意味でこう
同世代のファンがすごく多かったっていう時代がどん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 こう今上がってきて、僕が業界に入ったのは10年前ですけど、そこからメンツは変わってない、ほぼほぼ。でこの数年で児玉さんだったり西森さんだったりの名前をよく聞くようになってきたっていうような感じですかね。そうか。でも結構翔さんってそのね、なんか下の世代を育てたいというか、うん、そういう意思って結構おありじゃないですか。なんかブロボーなんですけど、ツタヤかなんかの、はい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 、が企画で入っている、うん、なんか一般で映画表を集めて大賞を決めるみたい なんか企画ありませんでしたっけ。ツタヤクリエイターズプログラムというやつで、そうでもやっぱりすごく難しくて、うん、若手の方を育てるのは、うん、自分はそのなんだかんだ言ってメディアで鍛えてもらってから独立してるので、うん、映画業界の、うん、こういうパターンだったらこういうものっていうこの不分立みたいなものをゼロから教えなきゃいけないのが結構きつかったりするんですよね、うんうん、なので最近はもう去年ぐらいから育てるっていうことはメディアに任せようと、うんはい、いや僕が育ててる間僕書けないんですよ、はい、ってなると単純にあの飯が食えなくなるんですね、うんうんうん、その他の収入がなくなるので、うんうんうんであれば自分が編集者としてできる時はやるし、うん、最近は場は作るっていう、はいうんうん、このメディアとこの人をつなぐとこまではやるからそこから先は頑張れっていう感じには変えてますかね。いやでも全然その藤井さんとかやっぱり、うん、藤井組の皆さんのように会社作って若手育ててみたいなことでは僕は全然ないので、うんうん、まだまだだと思いますけどね。まあでもあるとしたら僕はその吉弘正道さんとか、うんうんうん、そういうなんか先輩方に育てていただいた部分も大いにあるので、うんうん、まあせめてバーぐらいであればやろうかなっていうぐらいですけどね、うんうん、うちの編集部員の若手たちは翔さんと仕事して帰ってくるすごいみんな嬉しそうに帰ってきますよすごい勉強になった。俺は多分それの下とかを渡してすごい勉強になった、よかった。でもやっぱ翔さんがすごいこう皆さんから信頼されてるのって、うん、やっぱ私は全然違うんですけど、編集者さん側もやってるから、うん、もう編集サイドの気持ちというか事情もすごい分かってるから、うんうん、それもあると思います。そう多分すごいみんなお仕事しやすいんだろうなっていうのは思います、うん、でも締め切りとかこの締め切りじゃなくてもいいんだろうなと思うことありますよ編集者目線で。確かにこれ本当の本当のデッドじゃないよねみたいなあの締め切りを守るっていうことだけはあの編集者としていろんな諸先輩方に辛い思いをさせられたので、はい、それは僕はやらないって決めてますけど、うん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 、とかとか。なるほどなるほど。じゃあ西森さんの遍歴も聞きたいんですけど、はいはい、じゃあこの回なんかもう私たちのなんかツイッター講座みたいになって大丈夫です全然大丈夫そんな感じで、はい、西森さんもゆっくり。私はそうですね、はい、あの松山であのもう大学時代まで過ごしてたので、あの新卒でテレビ局にまあ、入って6年ぐらいやってる間にあの香港映画にハマりまして、で香港に行ったり、まあ、東京に来てなんか映画見に来たりとかすごいしてたんですけど、それでなんか6年ぐらい経った時にやっぱり東京に行って映画に関わりたいみたいな感じで上京したんですが、その全然やっぱあの経歴とかやっぱ全くないので、その映画に関するなんか全然こう、まあ、最初なんかこうどういう入り口があるかわかんないから宣伝さんとかに応募したんですけど、やっぱりもう全然なんか引っかかりもしなかったので、なんかすぐもうあの派遣で働いて、まあ前職テレビだったからテレビの派遣で働いて、その間になんかそういう編集とかまあ映画に関われるようになりたいなと思いながらこういろいろやってて、でまあヘンプロに入れることになったんですけど、そのヘンプロが、まあ、あの手芸とかを主にやムックとか作ってるとこだったんで、まあ、それ全然そこには関われなかったんですけど、まあ、入って半年ぐらいでこう版元さんに今なんかあの韓流も来てるけど台湾のなんかあの人たちも来てるんですよって話をして雑誌を作らせてもらうようになって、で全くやったことがないからこそ言えた話だったと思うんですけどほぼ一人で、まあ、上にはあのいらっしゃったんですけど、はい、ほぼ一人でなんかこうもうそのオタ時代のっていうか、そのただ香港が好きだった時代の知り合いの人とかになんかこう
コーディネートとかも頼んだりとか、音楽がなんか通訳とかインタビュアーとか頼んだりとか、それで1冊2冊ムックを作って、でそのムックがまあ一応何予算とかの関係で終わるってなったんで、じゃあどうしよう、私やっぱ台湾とかアジアの映画関わりたいと思って辞めて、で辞めてその文化放送、そういう取材の中で知り合った文化放送の、アジアの好きなプロデューサーの方に、一緒にアジアの番組をしませんかって言われて、で、まあ、転職がまあメディアだしみたいなんで、アジアの番組のディレクターと構成作家をしてたんですね、2、3年。でその時にその誘ってくださった方は台湾と香港を担当するので、私は韓国を担当してくださいって言われて、全然韓国知らなかったんですけど、どんどん韓国の仕事をし始めて、で同時にまあライターも一緒にやってたので、まあ、本当に毎日ほぼ時間がない、なんか遊ぶ約束とかもほぼできないぐらいの、なんか髪も切りに行けないぐらいの、そうだったんですね。ものすごい忙しい3年間を過ごされて、はい、3年間、33、4、5ぐらいかな。体壊さなかったですか？まだ元気だったですね。だいたいみんな一回壊すんですよね。うん、30でね、ガタがきそうですね。大丈夫でしたね。はい、でその後、まあなんかやっぱり書きたいなっていうのが大きかったんで、ちょっと書くのに専念したいですって言ってフリーライター一本になって、でその時になんかこう、今まではやっぱりその私も、映画のとかドラマのこう自分のあれを抜けたその紹介みたいなその記事を翔さんと一緒でもう何千本みたいな世界、何千本、まあ、でも何千になるんじゃないかな、なるんじゃないですかね、すぐなる、当然無記名とかですよね。そうですそうです、そんな数、それをやってたんで、まあそういうのでなんかまあ鍛えられて、でもやっぱり自分の思ったこと書くのがやっぱ怖くなるじゃないですか、そういうの。でもやっぱり これからはもう完全フリーライターになるから、自分の名前を出してこう思ったことも書いていきたいなと思って、ツイッターとかも名前でこう本名で怖いけどやり始めて、で、まあ、その時 K-POP の仕事なんかよく見に行ったりしてたんで、K-POP ってこういう傾向があるねとか、なんかこうちょっと思ったこといっぱい書いていたら、原書房という出版社さんに突然、書きませんかって一冊言われて、それがもう本当にね、そういうふうに決めて本名でやり始めてから本当に 2、3 ヶ月ぐらいだったんですよ。すごい。でその時はまだ私自分の考えで2000文字の論考を書くみたいなことしたこともなかったんで、本当になんか2000字 まずこう章立てして、でも一個一個今日はこれを書くみたいなのでやっていったら、なんか一冊なんとかやっぱ編集さんがそうやって割り振ってくれたので書けてみたいな感じだったんですけど、でもそれから10年短調が出せなかった、なんか話はあったんですけど、なんか完成できなかった。ことがあって、はい、で10年ぶりに書いたのが11年かな、韓国のワールの本だったんです。そうだったんですね。最近のじゃないですか。そうなんです、あの本10年ぶりくらいだったんですね。 その間もあったんですけど、すみません、なんか申し訳ないこといっぱいして、まあ、その間にもちろんハンさんとの本とかありましたけど、まあ、あれで勢いもついたのかもしれないけど、っていう感じです。ウェブに初めて書いたのはどれぐらいだったんですか？ウェブに初めて、それもハテみたいになっちゃう。どれが初だみたいな。そうですよね。ですよね。徐々にね、こう自分みたいなのが出てくるから。確かにな。そうですよね。自分的に覚えてるやつと、要はその、西森さんをガッて出したものとそうじゃないですね。グラデーションがね、あって、はい、家族お二人はそれで分からなくなっていくんですよね。だからウェブ難しいですね。雑誌のウェブ版に書いてたんですか、それともリアルサンドとかにも書いてると思うんですけど。あ、そうですね、その順も
曖昧なくらいっていうか、ね、曖昧でもなんか髪の毛切りに行けないんだから、あそうですよねそりゃ覚えてない、そりゃそうだわ、うん、そんな細かいこと、そうですね、確かにね。でもなんかリアルサウンドとかはやっぱりでかかったですよね、なんかね、記名、ね、自分の署名で思ったことを書くみたいな、なるほど。いやそうですよね。だからなんかそのさっきの若手育成の話じゃないですけど、うん、あの単純に専業で食べていくのはものすごく厳しい職業ではあるので、はい、大体、まあ、別に隠すものでもないのであれですけど、うん、大体1本が例えば1万ぐらいだとして、うん、キャラが、うん、ってことはやっぱ30本ぐらいは書かないといろいろ手取りで20ちょいになっていろいろ光熱費とかいろいろ考えていくと30本書かないといけないですね、月に、うんうん、っていうのもあるので若手を育てるって時に路頭に迷わせる可能性があるので、うん、専業としてはやめなってのはまず最初に言うことではありますかね、うんうんうん、なんかこうあの毎月出て、まあ、これからはそれはもう厳しくなるかもしれないけど、やっぱり雑誌とかテレビ誌とかはあの全然名前とかであの評論みたいなの書かないけれども、うん、その地道に うん、それをやってるとすごいあのちゃんとしたお金がもらえてたりもするんですけど、でもそれもだんだんとやっぱり雑誌もどんどんね少なくなっていってるから、ね、なかなかこれからはどうやっていくのかね、うん、そうでやっぱ雑誌って本当に素晴らしい文化なんですけど、こう難しいのは雑誌で書かせてもらった時にそっから外に広がるのかっていうのが結構難しくて、うんはい、閉じてる世界ではあるので、特にユーザーさんとかはあのなんだろう、じゃ例えば現場とかで行ってこの雑誌に書いてますっていうと結構こう、うん、上の方がおすごいじゃないっていうのはある、うん、だからそういう業界内での名刺にはすごくなるんですけど、うん、そこもね結構難しいところではあったりするんですよね、うん、そう、それで言うとネットで書いてその、まあ、あの本題の石原さとみさん の、 あの記事とかを 3、4年前に、うん、あの現代ビジネスで書いたことがあるんですけど、はいはい、それはすっごい読まれて、あ、そうなんですね、すごく反響があったし、その影響、それを読んだ人から仕事を頼まれるっていうことがすごくあった記事で、うん、それが一番あったぐらいの記事なんですよ、うん、だからやっぱりなんか今1年に何回かこのあこれ読んだからあのお願いしますみたいなのがあるとすごいなんかいいなって感じは、うんそうですね、ウェブで特にその役者さんについて書く、僕はだからそれこそ横浜流星さんとか、はい、中村倫也さんのやつでバーンって、うんうんうん、あの今のツイッターのフォロワーの方の多くは、うんうん、お友達と流星群の方もいつもお世話になってるのでそれはすごくありがたかったなと思うし、お二方とのある種の作品としての交流みたいなものは未だに続いてはいるので、うん、っていうのはありますかね、うんうん、そうですね、なんかこの人はこの人これの人みたいなのがあると、うんうんね、一気に認知されていたりとかっていうのもありますよね、オフィシャルライターとかだとこの監督はこのライターさんっていうのはありますよ、 ありますね、そういう意味ではあの新規はなかなか入っていけないです、ね、そこでもうずっと一緒にやってきてるから、うん、そうなんだ、なんか頼まれる時もそのパンフレットを編集してる方よりもやっぱりプロデューサーさんとか、 なんか会社の人がこの人がいいって推薦してくれたから回ってきたみたいなことしかほとんど間口がないです、うん、私とか、あとは事務所、芸能事務所、うん、キャストさんサイドが指名してくれるパターンは、うん、インタビューとかだとありますけどね、へえ、とかなんで、まあ、コツコツ続けていくしかないっていうのは、ね、あるんですけど、だからそういうあんまりこうあのなんていうか人に依存してしまう形なので、うんうん、その僕のたまたまのパターンと、うん、西森さんのパターンと、うん、小玉さんのパターンがあるから、うん、でそれをやればじゃあそうなるかっていったらそうではないんですよね、そのそもそものボールを持ってるのが自分じゃないので、うんうん、お仕事のっていうのが結構難しいところだったりはしますけどね、うん、そうですよね、ボールがこう投げられて私はキャッチしてるだけなんで、うんうん、何をどうしたらいいっていうのは確かに分からないかもしれない、ね、でもだからすごいなんかおこがましいけどなんか俳優さんが
この仕事はなんか自分でなくて悔しいなみたいな話とかしてるのをたまに聞くと、うん、ああちょっとあれは違うけどやっぱこれで名前あげてほしいとか、うん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 、とかちょっと同じような気持ちになる時があります、ね、あそうですよね、この時に私もイメージしてくれると嬉しいなみたいな。なるほどなるほど。自分たちがね受けられなかったものが世に出てることをね見ることも僕らは結構ちょいちょいありますからね、あこれ俺がスケジュールでできなかったみたいなでそれがちょっと跳ねたりするとうっと思ったりはしますけど、そういう意味ではね、あの役者さんとかと感覚としては近いところはあるようにする、うん、そうそう受け身な、うん、でもあるところが、うんうんうん、いい感じの時間になってきたのであっという間に、あっという間に、じゃあ一旦あの、うん、まだまだねちょっと個人的にも皆さんのライター業という仕事を聞きたいんですけど、一旦ここで区切りまして、はい、次週本題の石原さとみ会に入りたいと思います、はい、これ大丈夫ですか、石原さとみさん聞きたくてつけたらなんかこいつみたいになりません、何しようってみたいな、やばい、でもすっごい面白い話だった、今まで、大事なお話でした ね大事なお話だった、ライター会ってことですね、1回目は映画ライター会で、はい、次週いよいよ本題の、はい、ミッシングと、うん、もろもろディスティニーいければと思いますので、はい、はい、ありがとうございました、また来週お願いします、また来週。